はい、こんばんは、ホワイトベース館外放送ですね。ないではないです、今日はね。はい、なんですけども、今日はですね、僕がよくお世話になっているですね、内藤さん、SRTT の内藤秀俊先生ですね、の お誕生日で、ございます。はい。お誕生日おめでとうございます。はい。実は直接連絡もしてるんですけど、まあ、皆さんにもね、ちょっと、お伝えしようというですね、おせっかいな思いから、はい。このようなことやってるわけなんですが、言ってるわけなんですけども、はい。で、今日4月15日がですね、何の日かというとですね、他に有名人の誕生日で言うとですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日というものと、あと東京ディズニーランドがですね、浦安にオープンしたというですね、日でもあります。これで、ね、わざわざ東京ディズニーランドが浦安にオープンっていう風に書いてあって、なんか東京じゃないのにみたいなね、そういうことをなんか今更ないからね、こう主張してるような文章に見えましたけど、はい。そういった日となっております。はい。名取さんね、今日で還暦ということで、還暦の還というのはですね、どういうことかというとですね、どういうことだっけ。何かが一巡りすることを言うんですよね。風水だか陰陽だか合わせましたけども、なんかそういうことらしいんですけど。だからね、12の倍数であるということみたいですけどね。はい。この辺よく調べてから喋ればよかった、取ればよかったんですけど。全然わかんない。はい。で、まあ、内藤さんといえばですね、僕なんかよりも全然その活動的で体力があってっていうイメージで、本当ね、二輪のインストラクターの先生の中でですね、もう、未だに第一人者ということで、いろんなね、初心者向けのスクール等も新しく考案して、まあ、スクールを行う場所に苦労されることもありながらですね、今でも現役で続けられているというですね、非常に僕が尊敬している方であります。はい。尊敬してます。はい。で、あとは僕のですね、僕とですね、珍しく仲良くしてくれる、大人の一人です。まあ、僕も十分大人なんだけど、僕よりもね、だいぶ大人なわけじゃないですか。ね。だからね、珍しくね、僕とね、仲良くして、だいぶ長く仲良くしてくれてますね。はい。結構ね、僕、自分自身で言うのもなんなんですけど、僕のね、長い付き合いをね、こうしてくれる人っていうのは結構稀で、稀で数が少ないですね。はい。っていうのは、まあ自分自身のね、性格が影響するところもきっとあるとは思うんですけども、やっぱり、その人気商売をしているとですね、浮き沈みがあるわけですよ。ね、非常にこう、もてはやされる時もあればですね、叩かれる時もありますし、ね。で、大体叩かれるタイミングでですね、いなくなっちゃう人が非常にこう多いわけなんですけど、で、もてはやされるタイミングでわーって寄ってくる人はね、いっぱいいますけれども、はい。まあ、個人的なものも含めてね。まあ、別にその業務的なところで言えば、それで当たり前なんです。これはいいとか悪いとかじゃなくて、企業っていうのはそういうもんなんで、お互いに利益がある時だけ寄り添うわけですね。それは組織だからやってることであって、誰かの個人的感情だけでやってるわけでは、個人的感情も働くかもしれないけども、個人的感情だけでやってるわけではないので、あれは集合体としてね、そういう現象になるっていうだけなんで、別にいい悪いでは言えないと思うんだけど、だってね、企業さんはだって従業員と事業守らなきゃいけないところでね、自らの損になるところを、義理人情だけでね、銭金じゃないんだって言ってね、突き進めるかっていうのは、ちょっとはできるかもしれないけど、全部はできない。最後まではできないっていうね、まあそれはあります。はい。まあ、それは置いといてですね。まあ、内藤さんはね、僕がまあ、すごくこう、もてはやされてる時もね、叩かれてる時もね、変わらずですね、僕と、まあ、僕は年が離れてますけども、こんな言い方あれだけど、まあ、僕と友人でいてくれてる人なので、非常にね、僕もこの関係というか、まあ、内藤さんという人がね、本当懐が、広いというかですね、なんだろうな、なんか良識的だなと思います。で、内藤さんは結構自分的に、自分ではね、逆のこと言うんですよ。
だけどね、結果としてそうなってないんでね。僕なんか、こう、人の好き嫌いっていうのが結構実はあってですね。で、あんまりね、こう、付き合いが浅いのにね、私は信用できるとか、ずっとね、あなたとずっとパートナーでいられますみたいな、ビジネスパートナーにみたいなね、会ってすぐ言ってくれる人っていうのは大体信用できないんですよ。で、ただその中にも本当に信用できる人ってきっと混じってるし、本当に真面目にやってる会社も絶対いるんですけど、あると思うんですけどね。やっぱね、そういう、その、理想論的なことをね、最初にドバッとこう言ってくる人っていうのはね、人とか会社っていうのは実は言うと全然信用しなくて、結局僕はそこで何をしてるかっていうと1年様子を見るんですね。で、1年様子を見て、その中で、特にその、態度ぶれなかったなっていう人、ところ、企業とは、企業と会社、そんな大きいところとお付き合いないんですけど、そういうところとは、付き合っていく、いけるなっていうふうな判断、まあ一応できるなと思ってます。てか、一年その、なんていうの、アプローチしてくれないと、何の協力もしねえぞっていうことじゃないです。そういうことじゃないですね。今、一緒に仕事する機会がきっとあるだろうけども、まあその中で、まあ一年ぐらいはですね、まあどんなことがあるかわかんないなっていう感じの気持ちでいるっていうぐらいの話です。はい。うん、で、例えば1年過ぎて、2年過ぎて、3年過ぎて、っていう結果の中で、あ、この人は、何年経っても本当に、変わらないなと。この会社さん何年経っても本当に一緒にやってくれるなっていうのはですね、こう、積み重ねた月日で信頼度っていうのが上がってくるんですね。最初にはたくさんお金をもらうだとか、担当の人がすごいスポーツマンっぽくて真面目だっただとか、可愛いお姉ちゃんだったからっていうので、信頼度がいきなりこう上がったりとかしないわけですよ。やっぱね、信頼っていうのは、こう、長年ね、積み重なっていくものだと思いますので、はい。その中で、言うとですね、本当に内藤さんっていうのはそういったことを大事にする方で、だからね、周りの人たちにも慕われててですね、彼に協力を惜しまない人が本当に多くいるんだなっていうのをですね、よく思いますね。はい。それはね、すごくね、思いましたね。はい。うん。それはね、僕、内藤さんにもね、酔っ払いながら言ったことがあるんですけど、と何回かね。多分お互い酔っ払ってるから言ったことはあんまりよく覚えてないと思うんだけど。いつもずっとライドの、ライディングスクールの飲み会とかの帰りで、店を出てホテルに着いてからのことが覚えてないとか、歩いたことは覚えてるんだけど、みたいな感じで一緒に帰ってるんですけどね。お酒飲むとね、やっぱ記憶飛ばしちゃうぐらいまで一緒に飲んじゃうんで、そう、進めるのは周りの我々なんで、我々が悪いんですけど、結局。はい。また体壊さない程度に、一緒に、次のずっとさんの時ですね、飲み会で飲ませていただければなと思います。はい。そんな感じで内藤さん、僕とですね、親交のある、ですね、内藤さんのですね、記念すべき還暦のお誕生日が今日で、ございます。おめでとうございます。はい。ですね、そう。まあね、バイク業界非常にこう高齢化が止まらないんですけど、僕もどん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 そっちに近づいてはいくんですけど、やっぱりね、それでも、その壁を突き破って、ぜひですね、70になっても、まだ現役でインストラクターやるみたいな感じのですね、レジェンドに、これ今後もですね、なっていただければなと思います。はい、私もですね、及ばずながら何でもご協力させていただきますし、ご協力させていただきますと言いつつね、いろいろ僕の方が世話になってるんですけど、はい、お付き合いさせていただければなと思っております。はい、最近ちょっとね、僕の方もSRTT さんのね、スクール動画とか、僕はお邪魔してないんで、出してないんですけども、またこれからちょっと時間が余裕ができるようになってきましたので、お邪魔できればなと思っております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あと内藤さん含めてなんですけども、内藤さんの周りにいらっしゃるですね、SRTT のスタッフさん、インストラクターさん、皆さんですね、含めてですね、お世話になっていると僕は思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい。
以上、ちょっと出先からではあるんですけども、このまんま打ち返るのを待ってたらですね、内藤さんの誕生日終わっちゃいそうだったので、はい、撮らせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。